おはようございます。今日はブロギアの銀座 EX に来ています。今日なんでここに来たかというと、サイエンスフィットという解析プログラムができるものがあるらしくて、今日はなんで私が飛ぶのかというのを解析してもらいたいと思います。で、今日解析してもらうのはここのインストラクターの伊藤さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。サイエンスフィットってどういうものなんですかね。はい、サイエンスフィットではまず飛距離、弾道を見ていただくこちらと、あとインパクトの瞬間の数値化というものに加えて、あとはシャフトの動かし方を見ていきます。はい、でプラスして下画面でこちらスイング映像と、あと体重移動測定器がここに出てきます。最後に体の動きを、モーションキャプチャー、体にセンサーをつけて数値化していく。これ体の動きってあんまりないですね。そうですね、サイエンスフィットでもここの EX のみで測れる測定器になってますので、はい、今日はちょっとその辺をやっていきたいと思います。楽しみです。マイクラブから配信します。次、測定用のドライバーいきます。次ちょっとシャフトの動かし方を撮らせていただきますので、この M トレーサーのプロギア改良版のセンサーをちょっとつけさせていただいて、これで1球打っていただきますね。お願いします。初めてだから変な感じ。これ右腕はつけない。はい、ちょっと二の腕が緩いので、はい、私が4321で完登します。はい、で一応後に iPad がピッと音がしますので、ピが聞こえたらテイクバックに入って、はい、スタートします。4321。はい、そしたらじゃあ今からデータ説明をしていきますので、はい、じゃあまず弾道から見ていきたいと思うんですけれども、まず、マイドライバーでの弾道がこちらです。はい、すごい乱れてるんですけど、あ、ヘッドスピード、ゴールスピード、トータル飛距離とかって見ていくんですけれども、はい、これとあとは測定用ドライバーでの弾道もあって見ていくんですけれども、はい、実はプロギアの機械がかなりシビアなものになってますので、はい、例えば、プロギアレディース、例えば森田プロ、はい、まあ、飛距離大体これぐらい、はい、ボールの初速とかヘッドスピードとかって見ていただいてみても、はい、まあ、女子プロと変わらないぐらい出てるかなという感じなので、ゴルフ場ではもっともっと飛んでるのかなという感じになりますので、まあ、マックスで260ぐらい出てる感じになります。はい、この測定用のドライバーを基準にちょっとインパクトの瞬間の、ボールに対してのヘッドの入り方とかっていうのも見ていきます。まず、進入角の上下、はい、これアッパーブローかダウンブローかですね。ボールに対してダウンブローかアッパーブローかですけれども、はい、これが、プラスの数字だとアッパーブロー、はい、で中にはマイナスの方もいらっしゃるんですけれども、マイナスの方だとダウンブローになっているという感じです。はい、でもう一つ進入角の左右のところがありますけど、はい、プラスの数字はインサイドアタックです。はい、はい、で分かりやすくサイエンスフィットではこんな感じのマップをつけてます。インサイド、アウト、サイド、アッパー、ダウン、はい、でやっぱり上手い方たち、また飛距離が出る方とか安定したゴルファーっていうのはこの A ゾーンにいる、はい、インサイド、アッパーで打っているドライバーの軌道っていうのが、はい、まあ、ここが一番いいところですよっていうので分かりやすくこのマップをつけていきます。はい、うん、インサイド、アッパーで打つイメージはずっと持ってらっしゃいますか？そうですね、もともとずっとドローなので、はい、はい、軌道はすごく綺麗です。
で、これとプラスしてフェースの向きも、はい、測っていってますので、例えばインサイド 2.8 の軌道に対してフェースの向きも0だとまっすぐ、はい、プラスだと開いた方向、うんうん、マイナスだと閉じた方向っていうのがありますけれども、はい、これも 2.8 っていうインサイド軌道に対して、まあ、同じく 2.8 っていう全く同じ数値だと、まあ、ちょっとインパクトの瞬間手前を測っているので、はい、まあ、逆にかぶってしまうような数値になってしまうので、もう少し開いた状態で当たっているので、はい、使い方もすごく綺麗かなという感じになります、はい、というのが、まあ、ヘッド挙動、うんうん、インパクトの瞬間の入り方とか細かいところを見てきてるんですけど、この軌道で入ってくるまでの間の、まあ、シャフトの使い方っていうのをちょっとしならせ方とかがどんな感じなのかっていうのを次見ていきます。これがオプションの M トレーサーのプロギア改良版です、はい、うん、一番上のリストターン比率っていうところがあるんですけれども、はい、こちらがボディターンタイプのスイングかリストターンタイプのスイングかです、うん、でリストターンタイプだとダウンスイングで爪を作ってるイメージ、はい、逆にボディターンタイプだと体と一緒に振り回していくスイングイメージなんですけど、どちら側のイメージが強いですか？え、ボディターン、ボディターンタイプとですね、はい、グリップスピードとヘッドスピードを割ったものになるんですが、はい、7から9だとボディターン、10から13だとリストターンタイプという感じになりますので、檜山さん結果が9.0 ですので、はい、どちらかというとボディーターンタイプ、うん、で、なんでこのボディーターンタイプとリストターンタイプと分けているかというと、はい、シャフト、どこがどこ上司のシャフトが合ってくるかっていうのがスイングのタイプによって変わってきます、うん、はい、で、杉山さんの、持っていらっしゃるこのボディーターンタイプのスイングの方はどちらかというとこう体と一緒に振り回していくので、シャフトがためを作ってくれる方がインパクトが強くなります、はい、なので手元上司のものの方がどちらかと合ってくるか。なるほど、はい、今のシャフトはどんな感じですか？手元ではないです。手元ではない、はい、真ん中ぐらい、真ん中先だと思う、先上司ぐらい、はい、うん、この後やっていくポイントによっても変わっていくところがあるんですけれども、うん、でも今先上司の方が使いやすいなっていう感じはありますか？手元の方がしなっちゃうな。正直分かっててないです、その辺は、はい、そんなに打ち比べっていうのをしてないので、はい、分かりました。で、今、まあ、もちろん飛距離もだいぶ出ている中で、はい、先上司の、シャフトを使っていくと今、まあ、まずまずまっすぐにいってるかなって思うんですけれども、うん、その理由がもう一つ、実は先ほどのシャフトの解析の中のダウンスイングに逆に秘密がありまして、はい、ダウンスイングでどれぐらいためを作っているのかっていうのも、シャフトを選んでいくときに見ていくポイントになります。で、暗黒区画、ためがどれくらいあるかですけれども、はい、ここの数値にちょっと注目していただくと、この人だったらば、まあ、アマチュア比90度ぐらいか、はい、男子プロもう少しクラブ立ててます、女子プロの方が非力なのでもっともっとクラブを立ててきますっていう中で、実はこの紫色のところをダウンスイングですけれども、はい、ここで暗黒区画が150度で、うん、と、ためは、まあ、女子プロ同じぐらいついてますよっていうところで、はい、プラスしてこの暗黒区画をどこのポイントで作っているかと計測のタイミングになるんですけれども、うん、トップからインパクトまでを 100% とした時、はい、インパクトから何パーセント地点でそのグリップ減速を、まあ、ためを作ってグリップを減速させるタイミングに切り替えているか、はい、見ると、28.2% です、はい、と、これもかなり高い位置で使っています。はい、で、先ほどボディーターンタイプのスイングだけれども、シャフトは先上司の方がなんとなく合うのかな、まあ、あんまり打ち比べてはいない中かもしれないんですけれども、はい、と、ボディーターンタイプでも例えば骨格があるよっていうと、シャフトは例えばこちら側の真ん中がしなるよりも少し先がしな、うん、先上司のものの方がタイミングが取りやすい、うんうん、という感じにもなってくるので、はい、今の、シャフトはそんな感じで多分感覚で合ってきたのかなという感じになります。はい、じゃあ体の動きを最後に、はい、お願いします。で、今撮らせていただいたボディモーションの感じです、はい、
で、ちょっとまず最初は体の使い方がどうなってるかで軸を見ていきたいと思うんですけれども、はい、まずこれがアドレスで構えた時の、背骨です。軸のところですけど、はい、ここから赤い線が出てきてると思います、はい、テイクバックで。これが体の中心線の方になります。で、上げていってこれがトップです、はい、からダウンスイングをしていって、インパクトからフィニッシュという感じになるんですけれども、はい、アドレスで構えた時から、はい、テイクバックトップに行った時、まあ、多くの、まあ、女子プロの選手もこのような形になってきます、はい、うん、トップの位置、トップの位置なんか気にしてることとかありますか？それはなんか飛距離アップとは全然関係なくて方向性なんですけど、はい、あんまり深くなりすぎないようにはしてます。どちらかというと柔らかいので、はい、こう、まあ、ドラゴン大会の時なんかはもっともっとこうと飛ばしたい時はもっと ねじるというか、はいはい、でこれ実は横からも見ることができるんですけれども、横から見ても、まあ、プロのアマチュアゴルファーとかよく軸トップまで行くとよくねってこう体が起き上がってしまったりとか、はい、逆に沈み込んでしまったりとかっていう方がいらっしゃるんですけど、すごく綺麗にすぐに、うん、変わってない。そう、変わってないですね。高さが変わらずに荒れていっているの で逆にインパクトの時に逆に沈み込むぐらいなので、はい、ボールに対してまあパワーを与えていくっていう中で沈み込んでいくのは飛ばしていく中では一つポイントになっているところかなっていうのがあります。肩とヒップに、はい、まあ、串刺し状態、ラインを引いたものなんですけれども、はい、これもこれはちょっと上から見ていきます、はいはい、でアドレス上げていってトップの位置です、はい、まあ、なんとなく肩は例えばよくゴルフの中でもトップの位置、はい、肩90度回せばいいよって言われている中で、はい、肩90度以上結構回ってるかなって、はい、捻転差をすごくつけている状態、うん、でここからダウンスイングでインパクト、はい、で、まあ、綺麗にバッテンができていると思うんですけれども、この時の腰と胸の捻転差がどれくらいあるかっていうことに注目していただくと、はい、腰はまあ、真っすぐの0度に対して90度回っています、はい、うん、で胸はどれぐらいかっていうと57度回っています、はい、と33度捻転差が保てている状態でインパクトしている、はい、というとこれはアタックがすごく強くなるっていう鉄になってきているので、ここが一番飛んでボールを飛ばせる理由になっているところかなというのがあります。はい、はい、まとめて、はい、はい、お願いします。で、まあ坂の使い方のためがすごくあることと、はいはい、あとは一番の飛ばしの秘訣としては右側森田理香子プロですけれども、インパクトの時の、はい、まあ、腰の使い方、捻転差、うん、あとはまあ体の使い方とかっていうところが一番飛ばしの秘訣として、うんうん、現れてくるところだと思います。なるほど。やっぱ上下の捻転がこれだとあるっていうことですか？そうですね、お尻が両方とも綺麗に腰が回ってる、はいはい、見えていて、体も開きすぎてない、はい、やっぱり捻転差でした。想像してたけどここは一般の方でも使える？そうですね、一般の方も、はい、ウェブから予約していただくと空いてる時間で取れますので、はい、はい、ぜひ皆さんお越しください。来てみてください。はい、お待ちしております。もっと飛距離アップをさせていくにはどうしたらいい？